なんせちょっとはなんか 見られたりとかしてます？全く見てないですね。全く見てないですよね。はい、これね、なかなかね、見る力がいるんですよね、これね。追いついてないですね。あ、いやいや、全然みんなそうやと思うんですよ。例えばちょっと今画面共有しますね。CLSI の画面って今ちょっとこういう風になってて、もともと CLSI って検索すると、ただのサイトがあって、ただのサイトを開けるとなんかこんな具合になってますね。でこれが、いつかな ?2 月の28日に、こう CLSI の今年のバージョンが、アップデートされて、まあ、こういうところを見ると、アップデートしたドキュメントがあって、なんかいろんなドキュメントがこうアップされてたりとか、まあ、ここにアップされてちょっと変更されたような内容が、まあ、少し親切で書いてあるんですね。この今回、改定したのが ED です。エディション34っていうやつなんで、こういうのが、ありますけども、こういう委員で、示されてますね。このウェインステインって、ね、笠原先生、この有名な人ですね、血液培養で。ああ、はい、そうですね。なので、まあ、結構こういうメンバーって最近全然変わってきてて、よくいろんな微生物のテキストを書いている人とかですね、まあ、そういう方もいらっしゃいますけど、まあ、こういうのがですね、で、まあ、一応ここにこう改訂のところとかですね、今回、昔ちょっとページめくるの大変だったんですけど、ここに、こういう位置はあります。で皆さんそうですけど、まあちょっと英語を読むのはなというふうに、まあ少し心配されている方が多いと思うんですけど、まあ例えば MacBook で言うとですね、ズルなんです。ここで翻訳機能っていうのがあって、こうやってやると全部日本語すごいの。先生、今 Windows 書いたんですかね。なんかかなり精度が高いですね。最近のあれですよ、精度が高いですね。まあこうやって全部。ほぼ日本語ですね。そうなんですよ。だからね、こういうのばっかり見るとね、結構英語で疎くなってね、アホみたいになるんですけど、まあちょっと、こういうのやってますね。だからまあ一応こう、まあこれでやりますけど、こうやってやると、こういうメニューもね、全部、ちょっと微妙なやつやりますけど、こうやってやってくれるんで、まあおそらく皆さんの、まあ、Google Chrome でもそうですけど、翻訳ってやっていただくと、もうなんか最近はこうページの中でも翻訳してくれるところがあるので、まあすごく楽ですね。こうやってやると多分皆さん呼んでくれると思うんで、まあ呼んでいただいたらいいと思うんですけど、まあところで、ちょっと、これもパワーポイント映ってます先生。うん。あ、パワーポイントじゃなくて今はブラウザが映ってます。あ、なるほど。わかりましたね。こういう一回停止しますね。で、パワーポイント、あ、これで映りましたよね。はい。はい。この前X にですね、ちょっと上げてたやつなんですけど、まあ、主な改訂点、メインの改訂点はなんかこんな風にしてて、まあ、表1、表2っていうのは、各種菌のブレイクポイント、判定基準ですね、が変わった。まあ、これ表2っていうのは、各種薬剤感受性の判定基準ということで、表1っていうのは、どういう薬に対して、報告をするかっていうのは、実は扱っている表になります。で、実はですね、この表1、まあ、いろいろ変わってますけど、まあ、主だったものとして、これ、ごめんなさい、細かいですけど、見えます？見えますよ。見えますね。はい、実は、去年の班と今年の班、ちょっと比べてみて、まあ、例えばテーブル1が、腸内細菌科のサルモネラとシゲラを、含まないって書いてあるのね。でもこれテーブルは、1A だったんですけど、これテーブル 1A の1とテーブル 1A の2に変わって、1B だったのが 1A の2っていう風になってますね。まあもともと腸内細菌、木細菌だったんで、そういう風にやってるんですけど、これなんかちょっと微妙に変わってるんですね。サルモネラ、シゲラ以外って書いてあるんですね。含まないと、以外って、まあまあなんか日本語にすると結構一緒なんですけど。うん、この辺ってあれなんですかね、アメリカ人の感性って少し違うんですかね。どういうことですか。いや、なんかこういう表記って、なんか僕からしたらどうでもいいような気がするんですけど、いや、これはこういうのより、こう書いた方がいいよって。あ、その、ノットインクルーディングかエクスクルーディングかみたいな。そうそうそう。食わないって書くよりも、以外って書きなさい。あんまり深い意味はなさそうな気しますけどね。なんか僕からすると、なんか結構どうでもいいような気がするんですけど、まあ、マニュアルを作る方からすると、ちょっと意味が違うのかなと思って見てたんですけど、うん、まあ、訳すと、日本語で訳すと一緒なんですね、これね。うん、はい。
まあ、こうやってやるんですね。まあ、あとは、ここ、髄膜炎菌で報告すべき薬っていうのが、実は、新設していますね。で、もともと髄膜炎菌の、ブレイクポイントが、ここにあるんです、もともと。判定基準があって、あるけど、まあ、どれを報告しなさいっていうのが、ちょっとリコメンデーションがあってですね。まあ、今、例えば、街中でハシカ流行ってますけど、奈良県結構ね、騒がしくなってますけど、これが実は髄膜炎菌が世の中に流行ってたらですね、いち早くこういうのはアップデートしていかないと難しいっていうのがあって、あとはまあ、嫌気性菌がですね、陰性菌と陽性菌と分かれてたんですけど、これが一緒になって表示されるようになりました。まあ別に、一枚で、まあ、見にくいんで一枚で表示されるようになったということですかね。ごめんなさい、テーブル1とテーブル2がどう違うんですかね。あ、テーブル1、あ、ちょっと今から見せますね。よいしょ。で、例えばね、テーブル1、テーブル1ね。とかね。まあ、さっき用意してたの。これテーブル1ですか。これはテーブル1の要約をしてるんですけど、ちょっと、共有を外しますね。ブレイクポイントが書いてるのがテーブル2。まあ、これで言うと、さっきの腸内細菌、テーブル1ですね。テーブル1。腸内細菌のテーブテルーブ1。ル1が A からいくらかまであるってことですあ、よね。そうですね。はい。ああ、だ見からると。テーブル1、A から、なんかその、ここに今映ってるテーブル、表 1A から 1J の紹介っていうので、微まあ、生そうです、そうです。検査と報告のために考慮すべき抗菌剤。なんかこれ増えましたね。なんか、ああ、そうか、でもティア1とかティア2になったのが前回からなんであ、すかそうね。なんですよ。33からどこでこう、どんどん住み変分わっけていさくれかたか。ら、なんかついていけないですね、もう。そうですね。で、まあ一応ここ、ティア1ですね。ティア4っていうのがあっ前て。は ABCU でしたよね。ああ、ABCU っていうのがありましたね。で、それがティア1、ティア2になって、で、どんどんなんかその増えていってるわけです。ああ、種類ちょっが。とティアの話しないといけないですね。ティアの話は、こんな感じですね。よいしょ。ティア1っていう。一応、その報告をする薬剤感受性の、まあ、どれを報告しなさいっていうのをですね、この1段階から4段階まで一応候補として分かれてて、まあ、ティア1っていうのがですね、日常的に感受性をして、もう、ここはもう必ずしなさいよっていうやつですね。まあ、例えば、溶血性粘鎖球菌で言うと、ペニシリン、ですよね。なので、あと、ティア2っていうのが、日常的において、施設のルールで報告するかどうか決めなさいと。まあ、日常的にずっと検査はしてるけど、それを感受性の結果として表示するかどうかは、まあ、ちょっと施設で決めてっていうことですね、日常的に。で、ティア3っていうのは、まあ、ほぼ似てるんですけど、それがさらに絞り込まれてて、重症患者や耐性菌がハイリスク、まあ、ちょっとね、免疫落ちてる方とかですね、まあ、よく言うと白血球ない人とかですね。まあ、そういう人に対しては一応表示しなさいってことですけど、まあ、おそらくカルテ連動をしながら、こう、この人は、白血球100やから表示しろとか、白血球、この人はもうなんか免疫正常だから表示しないとこうとかって。おそらくそういうのはできないと思うので、日常的に、大体どの施設もこのティア1からティア3まで、まあおそらく、結構表示はしてるんだと思うんですけど、このティア4ですよね。ティア4、臨床現場の要望に基づいて、まあ、実施するかしないか決めなさいということですね。まあ、そういうものが中には入っています。まあ、感受性検査も含めて、もうこれをするかしないかっていうのは、施設の特性があるので、そこで決めてくれということなので、まあ、感受性はマストじゃないというような、ものですね。はい。こういうカテゴライズにですね。まあ、そうやって見ていくと、例えば、腸内細菌で言うと、アンピシリンとセファゾリンと、まあ、セフォタキシムとかなんかこういうのを、やりなさいと。まあ、例えば、ただい耐性菌が高いところは、こういうふうに新薬が登場してますね。フィデロコール、フェトロージャと、これがまあ今年出るだろうと言われているセフタキシマビバクタムですね。まあ、イミペネムレレバクタム、これレカルブリエですね。で、今、なんか全然日本にも話ないですけど、メロペネムにバボルバクタムっていうのですね。なので、一般的には ESBL とかアンプ C とか、CRE まで、想定したような、抗菌薬に関しては、まあ、少し、拡大で、やろうと。なので、ここまで一応やれって言ってたんですけど、まあ、基本的にこういうふうにできない薬が、たまに混じってくるので、まあ、そういうことに関しては、この1と2、ティアの1と2に関しては、まあ、管理して開始しましょうということになりますね。
まあ、例えば腸内細菌に関してはセファゾリンというのがここに入ってるんですけど、じゃあセファゾリンというのはその合併症のない UTI、この尿のみのカテゴライズしている、まあ、昔でいうカテゴリー U ですね。こういうのが入ってたりするんですけど、まあ、ホスホマイシン大腸菌というのはこの TIA3 になってますね。これはもう完全に ESBL ターゲットではないかなというふうに思いますけど、まあ、ホスホマイシンですね。日本にもホスホマイシン、スミシンっていう、これ確か明治製菓かなんかが見つけたやつですね、確か。日本の薬じゃなかったですね。まあそういう薬あるんですけど、まあ日本の製剤は大量投与ができないので、まあ基本的にこう管理、せっかかれて管理して頑張ってやってもですね、なかなかね、日本の医療事情からすると、まあ反映できない薬っていうのがあるので、まあそこまでちょっと実は読み込まないといけないんですけど、まあ、単純にこれだけ読んで、ホスホマイシンの感受性が乗ってるから返そうって言って頑張ってやってもですね、ちょっと、臨床現場で抗菌薬の選択を間違える可能性があるので、この辺っていうのはですね、まあ、いろんな学会等で見ていかないといけないのかなと思いますね。まあ、セファゾリンに関しては、ちょっと患者さんの状態によって一応変えてますということで、まあ、なってるんですけど、まあ、それをですね、ちょっとまた戻しますけど、こういう具合にいろいろ判定基準と、その、ブレイクポイントがあって、実は腸内細菌に関してこの2つがあって、34に関してはちょっと見やすいように一応表にしてみました。で、腸内細菌とサルモネラシゲラっていうのが、同じ腸内細菌、モク細菌なんですけど、少し分かれたんですけど、普通のサルモネラシゲラ以外はこういうふうに、まあ結構種類を絞って返しなさいっていうことは言ってて、これがティア1ですね。これ必ず返しなさいっていうのが、ピシリン、セファゾリン、第三世代セフェムのセフォタキシムとセフトレキソン。まあ両方でもいいし、片っぽでもいいっていうことですね。あと、タゾバクタムピペラシリン。で、アミノグルコシドはゲンタマイシンが第一選択になってて、で、キノロンでは、この2つですね。シプロンと、レボフロン。あと、ST 合剤ですね。これに関して一応返しなさい。まあ、一方、サルモネラシゲラに関しては、例えばセファゾリンがなかったりですね、ピペタゾがなかったり、ゲンタマイシンがなかったりしますけど、これは、基本的には、あれですね、サルモネラセキュリっていうのは、まあ、腸炎をターゲットにしてたりとか、サルモネラに関しては、腸管外サルモネラとかがターゲットになりますので、まあ、要するに血液培養でサルモネラ出たときに管理性すべき抗菌薬っていうのは少し意識して変えてあげないといけないので、例えば第一世代セフェムがサルモネラの菌血症のときには報告しないということになってますね。なので、なんかこういうふうにしてなってます。だからエビデンスがあんまりはっきりしてないとか、抗菌薬の移行性で、まあ、報告しないでいいよっていうのがですね、この辺サルモネラシゲラと腸内細菌とでは分かれたんですけど、まあこれは一般的には管理性する自動同定機器が入っているとですね、管理性する機械側で判定をするんですが、まあ、例えば外部の検査センターにですね、依頼されているとき、まあ、例えばディスク拡散法で依頼しているとき、やってるところとかですね、これのカテゴライズが全然できてませんので、普通にサルモネラでセファゾリンの管理性がついてきたりとかしたりしますので。まあこういうところはですね、誤って S で使ってしまうと、治療失敗に結びつくということなので、この辺はですね、やっぱりその微生物の検査室があったら、こういうところまで結構気を配れたり、同定機器があったりするので、ある程度コントロールはできると思うんですけど、本当に、ね、中に微生物、臨床検査技師はいても微生物専門の方がいない場合ですね、まあ、こういうところは全然情報として渡っていかないっていうことになりますね。で、あとは、この腸内細菌のところに、これ以前からずっと書かれてることなんですけど、まあ、自然耐性を含めた、感受性検査結果を報告して、まあ、自然耐性ですね。もともと、その菌がその、抗菌薬に耐性であれば、もう感受性は基本的に実施しなくていいっていうことがあるので、まあ、例えばこれ何を言ってるかというと、腸内細菌の中でも、セファゾリンっていうのが管理性をしなさいっていうのがあるんですけど、下にある、ストロバクターとか、エンテロバクターとか、クレブジェラルジネスとかですね、もともとセファゾリンが耐性ですので、もう誤って管理性に出ることは、まあおそらくないと思うんですけど、もうあらかじめ管理性せずに、耐性として返す、もしくはもう返さないっていうのを、中でルール決め、していくことになるんですけど、まあ管理性をせずに耐性と表示するものに関しては、自然耐性なので、管理性をしてないけど、もともと耐性ですっていうのは、しっかりとこう報告書の中で語りなさいというふうに書いてある。
結構こういうところを読む。僕、この上の表を読むより、下のコメントを読む方がすごい好きで、下の表の意味をずっと考えながら見ていきます。なので、あとは、ただですね、これ自然体制って、まあなんか、ドクターってやっぱり分かってないですよね、この言葉は。そうですね。例えば自然体制であったり、内因性体制って書かれてると思うんですけど、基本的には、今はもう自然体制って書いた方がいいんじゃないかというふうに言われてるので、まあ、わかりにくいんですけど、ね、ここって説明が難しいなっていつも思いますね。YouTube のチャンネルに自然体制の動画7、8本のやつを作ってるので、まあ、すごいな。今だから研修医と学生は、はい。もう本当に一週間とかしか回らないんですけれど、空き時間とかも結構あるので、ローテーション中に、例えばその6つか7つぐらい動画指定して、これは最低限初日に見てくださいとか、そんな風にしてるので、そうですね。なので一応最終日の総括の時には、どの動画が面白かったみたいな話をして、まあ、結構その MIC の縦読みをしないっていうのが記憶に残りましたとか、自然体制っていうのが面白いなと思いました。まあ、ちょっとぐらいちょっと記憶に残るような感じにはなってきてるのかなと思いますけれど。例えばね、もう来月4月なんですけど、なんかフェローが来るじゃないですか、新しいフェローに自然体制って説明してくださいって言って、まあ、フェローなんで感染症をこうしたいって来られる方なんで、まあ、大体知ってるものと思ってるんですけど、まあ、そういうところはちょっと意識の違いってやっぱあるもんなんですかね。まあそうですね。だからもうその辺が分かんないんで、もう動画ライブラリーみたいなのを作って、で、一週間、もうなんか、これは一周目に見なさいとか、そうするとこっちも説明するね、手間が省けるので、なるほど。なんかその、カンファレンスとかに参加してもらうときに、基本的に必要な知識とかいうのをいちいち全員に説明してると、肝心のカンファレンスの時間がなくなるじゃないですか。あ、だそうですから、ね。予備知識として知っておいてほしいっていうやつはもう今、動画を見てから来てくださいにしてますね。あ、なんかね、研修医向けにね、そういう話っていうね、するのはすごく大事なかもしれないですね。そうなんですけど、なんかまあ、それをやってると、その次のステップの話をする時間がね、なくなってしまうので、って感まあ、じですかね。別枠で感染対策とか、抗菌薬、適正使用の講義が、必要であれば、まあ、こういうところも含めて、まあ、一回するとかですね。そうこでんなすね。感じですかね。はい。ありがとうございます。あ、例えば、このアンプシー酸性菌ってあるじゃないですか。これは、多分 YouTube の視聴回数が結構多めのやつだと思うんですけど、まあ、最近はこのアンプシー酸性菌の有無っていうのをですね、まあ、確認しなさいっていうのがあって、昔スペースって名前がついてましたよね。今もスペースって言うんですかね。もう中性菌スペースって名前は廃止しましょうということで、数年前から論文で出たりするので、スペースね、根強く言われてしまう、分かりやすいんで、スペースはまあ、スペそうースで別に、悪くはないかなと思いますけどね、細かいこと言い出したら、まあ、次のステップの話がありますけれど。です。まあ、こういうアンプシーを産生する菌に関しては、この第三世代性フェム、腸内細菌、木細菌に使う第三世代性は、もともと感受性で出ることがあるんですけど、感受性であっても数日以内に、このベータラクタマーゼによって効果が落ちているかもしれないということがあると。まあ、要はですね、これは、まあ、複数回出てきたやつはですね、数日以内に耐性菌になるので、まあ、一定の時間、期間を決めて、繰り返し感受性をしなさいとかいうふうに書かれてるわけですね。なので、よくあるのが、農用ですね、肝農用とか、腸管の中の腹腔内農用もそうですけど、農用で持続的に出てる、このアンプシーに関しては、まあ、定期的に感受性を繰り返ししてほしいっていうことがあるんですけど、どれぐらいの間隔で耐性化になるかというとですね、例えば一番多いのがエンテロバクタークロアカになるんですけど、エンテロバクタークロアカの確か尿路感染症で最短8日っていうの、8日かな？あ、4日ですね。4日、4、4から7ですね。のがあるので、まあ、農用化しているものであればですね、まあ、1週間に1回ぐらいをめどに、まあ、感受性は繰り返ししてもいいんじゃないかなっていうふうには思いますけど。先生、この辺どうですか？例えば、
治療効果判定でエンテロバクターコロワクアっていうのを、例えば2日ごとに、仮にですね、2日ごとに検査をしてですね、まだ出てるわっていうことで、まあ、エンテロバクターコロワクアですけど、感受性がこれ、なんか全部表示されてないっていうことを経験されたことないですか？感受性が全部出てない。菌名は出るけど、感受性が添えられずに最終報告になるパターンってあると思うそうんですですけね。ど。まあ、過去に3ヶ月以内に同じ菌名だったら感受性しないとかね、そんなのありますはい。から、しばしばこちらから感受性してほしいって言わないとやってもらえない時はありますよですね。よね。なので、ここって施設ごとに、管理性をすべて返しているところと、まあ、まあ、そうですね。そういうようなルールにのっとって、管理性を定期的にしないといけないのかっていうのがあるんですけど、まあ、例えば、阪大の9名でも、グラム染色コンファレンスで治療経過の治療効果判定をこう、まあ、よくするんですけど、まあ、これ何日から抗菌薬入れて、これ何日目の、グラム染色ですって言って、まあ見たときに、まあ菌減ってへんやんけっていうのがあるじゃないですか。例えば繰り返し見ていくと、通常は菌が減るんですけど、菌が全然減ってないねっていうのがあるんで、そういうときは感受性リクエストしたりとかですね。いうのをそこのカンファレンスがあるからできるんですけど、9名の先生に言うとですね、例えば4日後に全然、まあ、症状的に少し軽快になってるけど、菌が全然減らないっていう、悩みがありまして、まあ、そういうところで、検査室はこう1週間に1回、になってるんですけど、まあ、その1週間満たない間にですね、そういうような事象が起きてですね、まあ、ここは感受性表示してほしいなっていうことをですね、まあ、言うんですけど、まあ、その、まあ、9名の先生もですね、これ、感受性検査はまだ出ないですっていうおっしゃってるんですね。で、これ、前回から4日しか経ってないので、これ、感受性検査しないと思いますよって一応言ってて、ああ、そうなんですかとか言ってなるんで、まあ、やっぱりそういうところって、結構コミュニケーションが大事なのかなと思いますけど、皆さんの病院どうしてるのかなって思って、それはね、すごく気にはなってますね。はい。まあ、一応、こういうアンプ C に関しては、最近、ざわ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 見えてて、CLSI の、委員会の報告書を見ててもですね、これとまた別にあるんですけど、まあ、アンプ C 酸性菌をどうするかとかですね、まあ、例えば、エンテロバクターコロワクアの ESBL 同時酸性菌をどう、感受性をして、チェックをして返そうかとかですね、そういう議論がありますので、まあ、数年以内にはおそらく、含まれると思うんですけども、ただ、アンプ C、酸性菌。こういう菌に関しては、第一選択は結構、このセフェプになりますよね。で、習い大とこれ辺分けてます。アンプ C の場合は、結構重症になれば、第一選択、セフェプかカルボペニムってなると思うんですけど。まあ、まあ、第三世代セフェプも行ってて、こういう菌が出てて、感受性出てないけど、状態は、まあまあ、まずまず、ジェネラル早々になってる場合はですね。まあ、これ続けるとかですね。そういうのがあると思うんですけど。まあ、なんかケースバイケースでこういうのなんか分けてますかね。検査体制としてはなかなかやっぱ分けれないですはね、い、そこはね。なので、まあ、一応アンプ C が出てるので、例えばセフトレアキソン行ってますと。患者さんの状態が、まあ、悪くはなっていない。で、その時にセフェピムに変えるかっていうお話が出てくるじゃないですか。まあ、基本的にセフェピムはどうするかっていうことですね。まあ、一つは、例えば、筋腫で絞るっていうのでつづり間違えてますけど、エンテロバクターのフレンディとかですね、エンテロバクターコロアカ、クレブジェラエロジェネス、この3つに関しては、そのアンプ C を過剰産生する菌種の群なんで、まあ、こういうのはちょっと注意するんですけど、モルガネだとかセラチアとかですね、この過剰産生になって、耐性化なる可能性が非常に低いですので、まあ、こういうのはあんまり気にしなくていいよっていうのはですね、この CLSI のテーブル34のところに実は書いてあるので、まあ、こういうとこ読んでいただくとすごく理解が深まるので、まあ、例えば、このアンプ C の腸内細菌のセフェピムは、ティア2なんですよね。だから、必ず報告しないといけないっていうところに実は含まれて、いないんですけども、まあ、アンプ C に関してはもうティア1として考えなさいっていうんですけど、まあ、これ1にした方がいいんじゃないかっていうふうに思うんですが、やっぱりここに大事なのがですね、この抗緑膿菌作用のある薬と、抗緑膿菌作用のない薬の結構住み分けですよね。まあ、できれば抗緑膿菌作用のない薬を最初、できるだけ使って、緑膿菌に対する、抗菌活性を残す、要するに耐性化にならない菌を、耐性化になる菌をあまり作り出さないような、なんかこう、CLSI の
なんか AST 見て、みたいな考え、AS の考えですね。適正使用の考えがここに含まれてるのかなと思って見てました。こういうふうにしてますけど。ここが検査室で、これはアンプ C 出すから、これを表示しなさい。アンプ C を出さないから、もう表示しなくていいとかですね。まあ、一律こういうふうに機械的に変えれればいいんですけど、多分、まあ、ほとんど無理なんで、まあ、どちらかというと、このセフェピオンに関しては1に該当するんじゃないかなというふうに思いますね。面白かったのが腸内細菌のセフタジジムはティア4なんですよ、これね。うーんと思うでしょ、これ。セフォトラザンタゾバクタムとザバクサと同じ扱い。なんか、これはちょっと違う。僕もなんか、どちらかというとこのセフタジジム、この辺かなというふうに思ってたんですけど。うん。なんでしょまあ、うこね。の、そうなんですよ。この辺結構面白いなと見ています。この辺は明日、あれじゃないですか。ちょっとうん。これ教えてでまたお話しされるんじゃ。まあ一500応、人申しそ込のみ予が。定ですけど、その予定ですけど、はい。なんとなくセフタジジムとセフタ、まあこういうような題材はちょっと話しようかなと思いますね。もうまあまあ時間ないんで。まあさっきの言ってたセラチアとモルガネラはね、アンプシーンの酸性がこう、すごくこっちは増強する方、こっちは増強しない。で、まあ、酸性がですね、そんなにあんまりこう、目立ってしないんで、やっぱりこういうエンテロバクターとか、アフニアとかですね、これ CLS の元文献になってるやつですけど、まあ、こういうところはちょっと注意せなあかんなっていうのはよく思いますね。特にクロアカコンプレックスに関しては、例えば肝嚢瘍とか腹内嚢瘍を作ると、やっぱり治療を失敗する可能性が出てくるので、まあ、こういうところはちょっとね、エンテロバクタークロアカに関しては、第三世代セフィムか感受性でも、まあ、おそらく耐性になることもあるかなと思いながら使うとかですね。そういうような教育がいるのかなというふうに思いますけど。さら先生、実際、どんな感じですか？まあ、なんかこの人、腹内嚢瘍でも1週間以上、抗菌薬使うけど、セフトレアキソンとかしたけど、S で、これ、使い切ろうかなとか言って、いや、やっぱり、ちょっと土日かかってくるから、セフェプに1回あげようかなとか言って、なんかそういうのって、まあ、相談とか、先生自身の治療としては、どう思います？難しいとこですね、これもね。あんまり、だから、この、つい、割と最近までは、その、セラチアとか、モルガネラとかとの、は、ちょっと、まあ、まだ一段階違うんだよっていう意識は、そんなにしてなくて、まあ、こういう論文とか、ガイドラインとかで示されていて、なんか、まあ、そう、確かに、感覚的にそうだったけど、やっぱりそうなのか、みたいなのはあったので、まあ、今後ね、本当に、セラチコとかモルガネラがセフメタゾールが例えば S って書いてきたときにそれを R って書き換えないといけない。それはやっぱりちょっと菌種によって書いてもいいのかなという気はしてますけど、まあ、そうどっでちすにしてもまだそんなことを院内でちゃんと議論するようなレベルには達してないですよね。ね。なるほどね。そうですね。まあ、学会レベルでこういうのはね、いちいちこう取り上げて、CLSI とこう、まあ、例えばこう、よもやま話とかでね、まあ、実はこういうことが、実はこういうドキュメントで実は書かれてるんですっていうのをですね、まあ、できるだけ紹介はしていきたいんですけど、まあ、検査室でまめにこう、CLSI のドキュメントを見て、あ、これはここから引用されてるやつがなったんかなと思いながら、そこまで深くこう勉強を一つ一つしていければいいんですけどね。なかなかこうね、難しいかなというふうに思いますね。まあ、例えば、まあ、どこで使うかですよね。これ、例えば金曜日にそういう相談もらって、セフトレアキソンで、今は状態いいんですけど、って言って、まあ、例えば土日に人手が少なくなるところで、まあ、夜間に、急に肺結晶を、に変わるときあるじゃないですか。まあそういうときはですね、やっぱりセフィピムとかですね、薬を相談して、カンファレンスの中でもあるんですけど、クラッシュするときはですね、セフィピムとかカルバピニも大事、そのときに変えてくださいとかですね、感受性検査見ながら、話をするっていうのは、まあなんか最近よく、この大阪大学に来てよくやることなので、まあすごくその辺は、抗菌薬適正使用というか、まあ的確に感受性検査を読んで、はい、報告する中にですね、含めていかないとなかなか難しいのかなというふうに思いますね。まあ、ちょっと進めていきますね。まあそういうのでこういうふうにやるんですけど、一つ髄膜炎菌の話があって、髄膜炎菌先ほど言ってたんですけど、髄膜炎菌は、これ笠原先生も髄膜炎菌の ISR に報告出されてると思いますけど、やっぱり予防内服がすごく大変というか、予防内服とこの患者さんの治療に何の薬を入れるかっていうのを少し分けて考えようねっていうのが実はここに書いてあって、まあ日常的に検査をするのはペニシリン G とセフトレアキソン、第三世代セフェムはこれは
基本的に耐性なら、ほとんど耐性にならないので、まあ、これは返して、まあ、医師からリクエストしたときは追加検査が必要なティア4っていうのがあって、それはカルバペニムであったり、この予防内服に必要な薬っていうのが決まっているので、まあ、例えば髄膜炎菌が出て患者性としてはペニシリン G と代謝性セフェムを返しますよ。で、カルバペニムに関しては、使う場合は、まあ、返しましょうと。まあ、ただ、予防内服、何でする予定ですかっていうのは聞かないといけないので、まあ、通常はキノロンなんですけど、僕の経験ではそのキノロン耐性がだったっていうのがあるんで、そういうものを含めてですね、まあ、何にするかっていうのをちょっと決めないといけないのか、まあ、感受性検査の、まあ、基準は困難なんですけど、まあ、今回、髄膜炎菌の、テーブル1のところに書いてあるのが、実験室内感染を防ぐために、まあ、どうやって感受性検査をしていこうというのは、実は、まあ、少し加えられていますね。なんか恐ろしいんですけど、実験室内感染を起こした髄膜炎菌性髄膜炎になった場合って、なんか結構死亡率が高いとかですね、言われてるんで、まあ、その辺ですね。あとは、まあ、そういうところの施設の、安全キャビネットのないところで感受性してるところはですね、非常に注意しなさいとかですね、まあ、しっかり書かれてるんで、まあ、もし皆さんの施設で髄膜炎菌が出たときはですね、まあ、少しこういうのを見ながらですね、実験室内感染を起こさないように、少し参考にしてなる、まあ、いい文章かなというふうには思ってますので、まあ、こういうところを読んでいただきたいなと思う。あとは、血媒で、習い方でダイレクト法ってやってます。やってないと思います。阪大は実はダイレクト法やってたんですけども、これやめました。なぜかというと、ベリーメジャーエラーっていう、迅速法で感受性で、最終的に正式な感受性した時に耐性になるやつがやっぱ出てくるので、血液バイオ直接法で耐性って分かれば、エスカレーションとか薬を変えるいいきっかけになるんですけど、感受性になるとですね、本当に感受性なのかっていうのがやっぱ心配なところが、やっぱ出てきますので、まあ、それはなくしましたね。で、今回、それは腸内細菌と緑膿菌があったんですけど、今回アシネトバクターについて追加されて、中身を見ると、腸内細菌もアシネトバク、あの、緑膿菌もそうですけど、何時間で倍、要するに感受性して何時間目で、支援がどれぐらいっていうのは実は決まっていて、まあ、当然8から10の方は、倍用時間が短いですので、まあ、少しこういうふうに21ミリとかですね、辛めに切ってあるところがあるんですけど、まあ、16から18やったら、まあ、このように20から12とかになってますね。これ根拠となったのは、16から18ってよく見ると、まあ、この普通の薬剤感染の基準と、まあ、一緒なん、一緒に、まあ、一緒じゃないですね。少しちょっと違いますね。になってるので、まあ、ダイレクト法と少し普通の薬剤感染の判定基準は分けて考えてあげないといけないということなんですね。まあ、中にはアンピシリンスルバクタムのように、これは一緒ですね。完全に一緒なんですけど、この第三世代セフェムで16から18は20と12ですので、21と13ですね。ここはちょっとだけ乖離してきますね。なので、まあ、この判定基準表を見て直接法をするんじゃない。直接法はあくまでも直接法の、判定基準を見ながら判定をしていかないといけないし、まあ、直接法自身が本当に必要かどうかっていうのをですね、まあ、臨床現場の、医師とですね、特にまあ、施設内で、ICT とかあればですね、これがいるかどうかをですね、施設内で、吟味してからやっていただいた方が僕はいいのかなというふうに思っています。まあ、なんかこんな感じで、あります。けど、まあ、なんか結構、ただですね、細かいでしょ。いやー、細かいですね。細かいです。こういうのすごい細かいですね。だから読んで、熟知すると細かいんですけど。まあなんかこの細かさって結構臨床現場にどれぐらい活かされてるのかちょっと僕には未知数なんで。まあとりあえずは、できればいいですけど、まあ業務としては、マストではないのかなっていうふうにちょっと思ってますね。まあ今はね、フィルムアレイとかね、やるとね、菌名だけがボーンって出てくるので、まあそれに応じて抗菌薬を少し検討するとかですね。あると思いますけど、この辺が CLSI の、まあ、変更点だったりするんですけど、まあ、変更点をまたちょっと時間内で全部言えませんけど、まあ、例えば こういうアザクタムとアビバクタムのブロスダイリューションとかですね、こういうのが実は入ってきたり、MRSA の判定に関しては、まあ、オキサシリンの斑点配置だけになったりとかですね、あります。あと最後にですね、抗菌薬のレジメンが、感受性検査の
後ろに入ってあったんですけど、それがひとまとめになりました。なので、まあ、こういうところ、例えば、アンピシリンに関しては、2グラムを、4から6、だから1日、4回から6回、投与するということがあったりとかですね。アモキシリンに関しては、IV ってあるんで、向こうは、あれですよね、注射用剤があるので、ここはちょっと違うということになりますね。で、アモキシリンプラブラン酸に関しては、日本でいうオグサワってやつですね。500ミリ製剤の8時間置き、もしくはクラバモックスですね。まあ子供に適用ありますけど、クラバモックスでないと、まあ一応こう達しないので、例えば、アモキシリンプラブラン酸で今250と125なんですかね。日本にある製剤は。これを1日3回だけやると、これに満たないので、感受性であっても効かない可能性が出てくるということは実は分かってますので、まあ、例えばアンピシリンスルバクタムはもう3グラムを1日4回って決められてますので、こういうとことかですね、実はあります。で、セフタチチムに関しては、2グラム8時間か1グラムを4回ですね、3回か。なんで、腸内細菌に関しては、セフタチチムは、1グラムを3回だけです。なので、少し、緑膿菌と処方が違うのは、このさっき言ってた緑膿菌はアンプシーを出す菌ですので、この辺を意識してちょっと投与量が変わってますので、まあ一応、菌種によってどういうレジメンでこの感受性が決められてるのかっていうのをですね、少し振り返るのに、まあ今までは全部別表だったんですけど、今回は、ひとまとめになってるんですごく見やすくなったんで、まあここはぜひAST の中、特に薬剤師さんには、必ず見てほしいとこかなというふうに、僕はちょっと思ってますね。はい。まあちょっともう長くなりますので。これぐらいにしたいんですけども、まあ、尿媒から出たときは、数日おきに検査した方がいいと理解してます。まあ、これは、そうですね、尿媒に関しては、どうなんですかね。まあ、ここ、よもやま話なんであれなんですけど、まあ、1週間に1回ぐらいでいいんじゃないかなというふうに思いますけど、ね、はい。まあ、一応、アンプ C 酸性菌がどれぐらいで耐性化なるっていうのを、臓器別に、検討した方がいらっしゃって、それの論文はちょっと明日の、グラフマイルところでお話しますけど、ちょっと今日は時間ないので、そこは、割愛させてもらいますけど、まあ、そういうような、エンテロバクターとかですね、プレブジエラとかですね、大腸菌が少し、違うっていうのをですね、まあ、グラム染色上で分かればですね、まあ、これ感受性、培養で出て感受性をするときに、まあ、どういうようなアクションをしなさいとかですね、まあ、少しできるので、そういうところをちょっと話したいなというふうに思っています。はい。すいません。ちょっと宣伝も込みになってしまったんですけど、まあ僕からは以上です。はい、ありがとうございました。まあ、チャットの方にですね、グラムアイの、明日の、申し込み、もう500人近い方が申し込んでるということですけれども、まだいけるということなので、チャットの方から申し込んでいただいた、明日のまた9時半からご苦労様です。毎日毎日。ありがとうございます。ね、中島さん、そつがないですね。ありがとうございます。はい、ということで、ありがとうございました。まだまだ CLSI、これ。大変ですね。なんか勉強しないといけないことがまだまだありそうですけれど。まあ、これありますね。なんか、もう一個質問来てますけど、あ。はい。同一菌種が検出された場合、感受性をしないと話されていましたが、検査材料が異なった場合、例えば、血媒と、ガプタン、から MRSA が出た場合、感受性検査をやらないでしょうかっていうことですね。まあ、多分、これって診断によるので、例えば、MRSA の肺炎で血媒から出てた場合は、まあ、多分、どちらか片っぽだけでいいですね。これね、先生、多分ね。まあ、何度かね、これちょっと、よもやまでも議論というかね、話題に上がりましたけれども、病院によって多分、血媒から出てるんやったら、もうそっち見てって言って、ね、その検査室で肺炎なのかどうかってそもそもわかんないっていうこともはあるので。まあ、でも、一方である病院ではもう、わからへんから両方感受性するとか、なんか結構、病院によってばらつきあるな、という感じでしたね。い。まあ、お金をこうコストカットするのであれば、まあ、エチオロジー考えながら、血媒の検出菌に関してはエチオロジー考えながら、少し感受性をするかしないかを考えればいいんですけど、考えられなかったら、まあ、一応両方、してもいいんじゃない、両方することになることが多いかなというふうに思います。あとは、喀痰から出る、緑膿菌と尿から出る緑膿菌は、まあ、少し感受性が乖離することがあるので、同じ患者さん、まあ、緑膿菌が出そうな方って定着いろんなところにしてますので、いろんな緑膿菌がついているので、
まあ、MRSA に関しては大きく変わることはないと思うんですけど、まあ、グラム陰性関係、特に緑の毛に関しては、まあ、少し材料が変わると感受性は、まあ、イチオロジーも変わるので、感受性は、まあ、こまめにフォローしてあげた方がいいのかなというふうには思いますね。特に、まあ、第三世代セフェムが耐性の、グラム陰性換金で、例えば肺血症になった時に死亡率が上がるっていうのはもうエビデンスが決まってますので、まあ、そういうところは少しですね、検査しても、考えていただくいい機会なのかなというふうに。はい、ありがとうございました。まあ、ちょっと今日は、だいぶ遅くなりましたけれども、最後までお聞きいもただういまですね。ごめんなさい。すいません。て、ありがとうございました。また、対しずに何か一言、コメント残していただけるとありがたいです。では、今日はどうもありがとうございました。また来ありがとうござい週よまろししくお願いします。た。はい、おやすみなさい。します。